こんにちは、シエルです。今回は買ってよかったスキンケア商品を紹介したいと思います。半年以内ぐらいに購入して、使ってみてよかったなと思ったものを4つ選んでみました。ランキング形式でいきたいと思います。第4位はこちらです。 MAC の化粧水と保湿クリームです。こちら小さいサイズなんですけど、なぜ小さいかというと2020年の MAC のアドベントカレンダーに入っていたものです。はい、なのでちょっとミニサイズなんですが、こちらの化粧水とクリーム、これがねとても良かったんですよ。まずこちらのね化粧水なんですけれども、フィックスプラスオリジナル化粧水ということで、キャップがこんな感じでついてて、こうスプレータイプのものになっています。でこちらの化粧水が保湿力がすごい高くて、さらにこのね霧吹きタイプ、シュッシュという感じなので、お風呂上がりとかにねすぐにね化粧水をね顔にねシュッシュとできたり、化粧した上からも使っていたりしました。もうねちょっと残りがこんな感じで少なくなってしまってるんですけれども、 MAC のスキンケア商品は使ったことがなかったので、ちょっと恐る恐るって感じだったんですけど、とても良かったです。はい、これ大きいサイズがあったら買おうかなと思っています。続きましてこちら、ストロボクリームピンクライトという保湿クリームです。はい、こうねちょっとねラメ感があるんですよね。私昔ラメが入ってるものを使って痒くなった経験があったので、そちらもちょっと怖いなと思ったんですけども、こちらの化粧水の後にこの保湿クリームを塗る生活をしてたんですけど、この保湿クリームがしっとりとね保湿を保ってくれるのもあるんですけど、こうスッと伸びるしベタつきもなくてすごい良かったんですよ。でお肌のトラブルもなかったので、結構お気に入りのスキンケア商品でした。第3位はこちらです。以前動画でも紹介しましたディオールのプレステージというシリーズのトライアルセットですね。こちらお値段がね3万円ぐらいするんですけれども、トライアルセットにしては結構高価なものですよね。こちらの美容液とこのねクリームはね結構もう残りが少なくなってるんですけれども、こちらは気合を入れたい日の夜に大事に大事に使っていました。洗顔後にまずこちらを使って、化粧水などが浸透しやすくして、その後にこちらの化粧水、そしてこちらの美容液で、最後にクリームといった順番です。クリーム用のスティックがあったんですけど、これに関してはちょっと使い方があんまりわからなくて未使用のままです。使い方がわかる方教えてくださいっていう感じなんですが、スキンケアタイムの時にこちらのディオールを使うとかなり幸福度が増しました。こちらの箱を開けた瞬間もそうなんですけど、この一つ一つのねこのパッケージも美しくて、スキンケアタイムがすごい幸せな気持ちになるという魔法のスキンケアでした。こちらアトピーの方も敏感肌の方も使えるということだったので、少しお値段高かったんですけど、購入してみた結果刺激が本当になくてすごく使いやすかったです。こちらの化粧水はすごいトロンとしてて個人的にすごい好きで、こちらの保湿クリームも肌なじみがすごい良かったので、こちらの中ではこの2つがすごい推しだったかなと思います。化粧水とかを浸透させやすくするためということだったので、こちらとかに関してはあまりこう効果というのがちょっと分かりにくかったのと、あとはこの美容液はねこう結構小さいサイズなので大事に使っていた感じです。ディオールのプレステージに関しては翌朝の肌の状態はすごいんですけど、ベタつきだけが少し気になったかなという感じです。クリームはねなくなりがすごい早くて、このクリーム単体で買うとすごい高いんだよね。こちらのプレステージはねトライアルセットをねひとまず変えてよかったかなと思います。第2位はこちらのシェルクルールのスキンケアセットですね。こちらのシェルクルールというメーカーは最近知ったばかりのものなんですけど、このねトライアルセットをもう2回目の購入です。こちらお値段が1500円なんですけど、こちらも低刺激ですごい良くて、まず化粧の上からクレンジングのクリームを塗るんですよ。でそれをねティッシュオフするんです。でその後にちょっともう今なくなっちゃったんですけど、オイルがあって、そのオイルを次にお顔に塗るんですね。それで時間を少し置いてから洗顔で洗い流すという、その後のスキンケアとしてこちらの化粧水とこちらのクリームですね。トライアルセットを今2回目買ったって言ったんですけど、このね洗顔は正直1回目のものがまだまだ全然余ってるんですけど、とにかくこの化粧水とクリームがすごく良くて、保湿力がすごい高くて刺激も少なくてお肌にとっても優しい感じがします。こちらがシェルクルールのナチュレボーリプライローション、シェルクルールのナチュレボーデュオクリームという、トライアルセットの中で化粧水は結構たっぷりあるんだけど、このクリームだけがねすごく少なくてなくなりがめちゃくちゃ早いので、次回はこのクリームだけを求めて買いに行こうかなと思ってるぐらいです。
そう、すごいね、肌なじ、ほら少ないよね、ほらもうなくなっちゃってますね。翌朝のお肌の化粧のりもとてもいいです。お値段も先ほどのトライアルセットで1500円で、個人的にはすごいコスパ良しっていう感じです。ちなみにお肌に優しいこのシェルクルールシリーズにハマりまして、化粧下地ですね、シェルクルールナージュボーファインベース UV 化粧下地日中用美容液という、でこれはね、あの下地なんで色もね、こうお化粧前にお肌のカバーもしてくれる感じのね、色もついてるものなんですけど、これを塗った後に、まあ、このパウダーですね、プロテクトパウダーですね、もう結構使ってますよね、リピート買い決定っていう感じです、はい、それぐらい気に入ってます。ちなみに、こちら美容液が入ってるっていうのと、パウダーに関しては寝る時もつけていた方がいいと言われるぐらい美容成分が入ってるそうです。私の中ではちょっとまだお肌に塗ったまま、まあ、化粧したまま寝るみたいな感じのイメージがあって、さすがにこれを塗ったまま寝たことはないんですけど、寝る時もこれつけといた方がいいですよというぐらい美容成分がたっぷり入っているそうです。だマスクで最近は外出ることも多いと思いますが、マスクの時に素肌だと一番お肌が荒れてしまうらしいですね。その時こそこの2つをしっかりとつけておくとお肌も守られて良いらしいです。買ってよかったスキンケア第1位はこちらです。 SK-II スキンパワークリームですね。これはやっぱり外せません。美容クリームなんですけども、何かあった時はもうこれです。化粧品のサンプルでお肌が荒れてしまったことがあったんですね。この SK-II のスキンパワークリームが私を救ってくれました。それぐらいもう本当に手放せません。ちなみに昨年こちら RNA ラディカルニューエイジという名前だったんだよね。2020年にリニューアルされてスキンパワーという名前に変わって、より成分もアップしたということなんですけれども、やっぱりこれが一番保湿力も高いし、あとはやっぱお肌をね、こういい状態に持っていってくれるのがこちらの SK-II のスキンパワークリームですね。 SK-II は5年以上使ってて、それこそライン使いをしてたんですけど、やっぱりこのクリームが一番私の中ではお気に入りです。こちらもまだまだリピート買いするつもりでいます。こちら以前 SK-II で購入した何かのコフレについてきたものなんですけれども、こちらはスキンパワーシリーズのエアリーミルキーローションの先ほどのスキンパワークリームよりはさっぱりしたものなんですけれども、スキンパワーエアリー美容乳液ですね。スキンパワーシリーズにリニューアルする前のミルキーローションの、それ自体もあんまりこう保湿力が物足りないなって感じていたのもあって、何度かねやっぱこちらも使ってみたんだけど、やっぱあの小さいサイズの割に全然余ってるんだよね。そうなんかやっぱね、これはね、あの私にはちょっと物足りないなと思いました。これは本当に無敵ですね。大事な日っていう時は絶対こちらを夜使うようにしてました。こちらの最近したねシェルクルールのものもお肌にとっても優しいので、私みたいにお肌が弱い人にはすごいおすすめです。そしてこちらのディオールのゴージャス感と、見てるだけなんか可愛くなれた気分になりますよね。こちらもねお肌に優しい成分で、アトピー肌にも使えるということだったんですけれども、トライアルセットなんだけどお値段が3万円ぐらいするということでね、量は結構ねたっぷりある方だと思うんだけれども、大事にしすぎちゃってガシガシ使えないこのもどかしさ、夜寝る前のなんかちょっとリラックスしたいなとか、今日は特別な夜を過ごしたいなって思う時に使用した感じです。中身がなくなってても飾っておきたいぐらいすごい可愛くてお気に入りです。 MAC のスキンケアシリーズ、あの私の個人的なイメージですけど、すごい肌に刺激ありそうなイメージがあったの。だからこれ使う時結構勇気がいったんだよね。肌ピリピリするんじゃないかと思って、そうなんだけどこれもねすごい良かったし、さっきもちょっと乾燥してたからお肌にシュッシュッシュッってやったりとか、このスプレータイプのものって使いやすくてすごくいいよね。以前ね SK-II のもねスプレータイプのを使ってる時もありました。MAC のねスキンケアもね、いろいろとこれから見てみたいなと思います。今年もねまた良いスキンケア商品があれば紹介していきたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。